そのラピュタ文字というのをカンボジア流にアイウェイを作ってですね、そして全部当てはめていったわけです。それで実はこういうふうに、こう書いております。でこれ大きくするとこういう文字になるんですね。でこれにこれをつけますとこれ子音ですから、これが母音になります。これでローマ字に直しますとカーでございます。これが611年なんですね。でこの文字がこの文字が現代2011年になりますとこういう文字になりまして、これが同じカーになります。ですから、まあ、私たちが源氏物語の原文を読めたってなかなか読めないですね。それと同じようにこの文字がどうしてここになったか、まあ、これは2011年の文字でございますが、まあ、このようにしっかりした文字ができた、文字を持ったということはやはり一つ文明のあるいは文化のジャンプアップだろうとこういうふうに思います。で、こういうのが1930年代に読めるようになりましたので、そのローマ人が作ったとかアレキサンダー大王がどうだったとかそういうことがなくなったわけでございます。それで、まあ、これからパワーポイントで画面を見ていただきますが、いくつかその前にちょっとこう頭の中に、入っていますと分かりやすいということがございます。それは王様というのはですね、王様というのは、まあ、ある意味では政治権力を持った人でございますけれども、王様というのはですね、私たちが、大体600年間アンゴロ王朝がついたといたします。26名の王様の名前が分かっております。それでその王様は王様から息子、王様から息子、またその息子、その息子というそういう継承ではございません。皇室典範みたいなですね、そういうものではございません。王様というのは実力で王位を取るということです。ですから26名中、8名がどうも親戚らしいというんですけれども、それほどはっきりしておりません。他の人はみんなその実力ある人が王様になるわけです。